ビジューリボーイデバンスとは、ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスのゲームをプレイすることが可能なエミュレータの一つである。ベバと略されることが多い。Windows の他に BSD、BS MacOS X、v i s Linux などの OS で利用できる。またオープンソースソフトウェアのため、派生版が多いのも特徴である。英語の他にパッチを利用することで、多言語にも対応する。 さらに動作推奨スペックが比較的低いため古いパソコンでも快適に動作する。機能面では処理速度を自由に変更したり任意のところでセーブできるクイックセーブ機能や録画機能などに対応している。本エミュレータの開発はホゴトゥンにより開始された。彼が開発から降りた後彼の弟が率いるチームベバが開発を引き継いだ。 公式による開発は2004年のバージョン1.8デイベーター3で終了しており、その後は様々なデベロッパーによる派生版の開発が行われた。それらの派生版を一つに統合すべく、ビジュールボーイデバンス M の開発が進められている。動作環境 OS Windows 98 ME 2000 XP Vista 7 Windows NTCPU ペンティアム 3500MHz ペンティアム 3800MHz 以上描画ダークテックスオパングルグディ16ビットカラー以上その他キーボードジョイパッドグババイオスファイル Windows 7で v バ b a を起動するとロムを読み込んだ後一瞬画面が暗くなるが動作に問題はない動作環境ここでは Windows 版 v バ b a m をベースとした g バ、b a エミューについて紹介する OS Android 2.3以上 CPU、1GHz 以上ビジューボーイデバンスは以下の機能に対応している。これに加えて、ビジューボーイデバンス M がサポートしている機能、ソースコードが公開されているため、派生版が多数存在する。LAN 経由や同時起動などで通信機能をエミュレートすることができる。バージョン 1.7X をベースとしており、低スペックパソコン向けに開発されている。 動作を軽くするため、画面フィルター機能などを消去されている。動作は若干軽い。ビジュアルボーイアドバンス M もしくは略して、ベバ M は開発が終了した、または更新が途絶えている、ビジュアルボーイアドバンスの派生版を改良するプロジェクトである。いくつかの追加機能とともに、ソフトウェアは最新の状態に保ち続けている。ビジュアルボーイアドバンスが2004年に開発を、 終了してから本家プロジェクトとは別の派生版が多くリリースされるようになった。結局いくつかの派生版はベバ M に統合された。ベバ M の M は英語のマージの頭文字である。ベバを含むゲームエミュレータ自体には全く違法性はないが問題は使用するゲームロムである。日本においては自ら複製したロムを私的に使用することは法的に問題ない。 2010年4月1日までは、インターネット上からログなどをダウンロードするのは違法ではなかったが、現在法律が見直され、このような行為は違法行為の対象となった。ありがとうございます。